十和田市現代美術館は2008年に開館した現代アートを紹介する一律の美術館です。屋外作品、パブリックアートなどを含めて、街全体が美術館というコンセプトでその中心の施設としてあります。今行っている企画展の嘘から出た誠はロストターミナルという作品を北沢淳さんが今拠点にしているインドネシアから乗り物を持ってくるというような形で展開しています。このまあ乗り物をこう移動するということをまあいかに面白く視覚化したりみんなに届けるかっていうところをまあかなり議論はしていて、まあ本当に全然技術のことは分からないけど、こうなくし物とかね、大事なものとか GPS つけられますとか、なんかそういう機能とかなんとなく知ってるじゃないですか。でそれでやっぱりこう自転車なくしたくないし、いろんなところで使ってほしいから、まあ、それを、まあ、その使ってくれてる人だけではなくって、全員がそれを目撃したい、まあ、一つの画面に今この乗り物たちがどうなっていて、まあ、どこで使われていてっていうものが表示されたら本当に美しいんじゃないかなっていうアイデアが最初にありました。企画展に位置情報ソリューションを使いたいんだけどというふうにお問い合わせをいただいたんですけれども、本当に1ヶ月を切ったような状態で、まずサービスの提供がしっかりと行えるのかっていうところがあったんですけれども、 Azure クラウド上でサービス展開をしておりますので、最短10営業日で我々もソリューションを提供できるというところでお客様にサービス提供することを決定いたしました。位置情報追跡ソリューションは手元に届いた GPS をスイッチ入れるだけで、そのデータが Azure 上に上がって、 Azure 上で位置情報を分析してリングマップの方にマークで表示されるようなソリューションになっています。Azure は IoT ハブをはじめとしたストリームアナリティクスであったりとか、Cosmos DB であったりとか、Power BI も含めてなんですけれども、そういったサービスが非常に充実しているのと、連携をノンプログラミングで実施することができるので、そこでサービス適用がグッと短くなるというところが特徴としてあるかなというふうに思います。常にこう人がどう動くかっていうところを作品にしている、作家たちが、そういう、もう IT とか最先端の技術を使うっていうのは、かなり想像力、アーティストも含めてこう広がった取り組みであるなとは思っています。でそのテクノロジーが持っているできること、その思考みたいな世界観みたいなものが、そのアートとこう重なり合うことですごく大きな世界を生み出せるんではないかなというふうに思っていて、そういったものをこうどう表現していくかっていうところにチャレンジできたらいいなと思います。